こちらにはね、和銅観世音。そうなんだ。和銅観音堂。でっかい庚申塔だね。銅観音、こんな感じ。あ、庚申塔もありますね。あ、これ向こう向きなんだね。なるほど。こういったね、石臼タイプのね、まあ、庚申塔だと思われますけどね。天保10年ですね。7月吉祥日です。こういうのも作られるんだね。和銅観音堂です。こういった感じ。すごいすごい。嬉しくなっちゃいましたね。その三社神社があるすぐね、右側なんです。上りが立ってますね。まあ、周期の例大祭でもあったんでしょう。
これはすごい坂。スピードが出ちゃうね。40キロ制限ですよ。はい、それではここでおしまいにしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。